西口骨駅は新潟県新潟市秋白朝日にある東日本旅客鉄道新越本線の駅である相対式ホームに面2線を有する地上駅で両ホームは古戦橋で連絡している新越駅が管理する無人駅となっているが駅及び駅周辺の美化活動を行うボランティアとして JR 東日本 OB に名誉駅長を移植している 簡易水カ改札機が東口駅舎内、西口階段に入場用、出場用、各1台設置されている。駅舎は一番線に面する東口側にのみ設けられており、自動券売機、飲料自動販売機、列車運行状況を知らせる液晶ディスプレイ、トイレがある。西口には、駅舎はなく、ホーム上の待合室内に乗車駅証明書、発行機が設置されている。 後に列車運行状況を知らせる電光掲示板が追加されて取り付けられた。新潟市統計書によると2010年度までの年間乗車人員の推移は以下の通りである。なお、新潟市合併前の2004年度以前のデータは非公表となっている。無人駅については発見データが正確に計上されないとして2011年度以降の乗車人員データが非公表となった。 駅周辺は住宅地となっている。駅東側はかつての中間原郡金津村の中心地にあたる。東口側の県道320号沿いに、骨駅前バス停が設置されており、新潟交通観光バスの路線バスや大田線と秋葉区が運行する、コミュニティバス、秋葉区区バスが経由する。区バスの両方面と新潟交通観光バスの 新津中心部方面の停留所は骨駅前、定時道角近くに設置されているが、新潟交通観光バスの骨度、白根方面の停留所は、定時路から約200メートル南西の骨交差点角に設置されているため、利用の際には注意が必要となる。定時路北側の朝日バス停はこれらの路線に加えて、金津方面の路線が経由する。ありがとうございます。